はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は気ままな親父さんが選ぶ北海道旭川市の海鮮丼が美味しいおすすめのお店についてです。皆さん海鮮丼好きですか？私は海鮮丼が好きなんですが、北海道の内陸エリアの旭川にも海鮮丼が美味しいお店たくさんあるんですよ。その中で気ままな親父さんが選んだ海鮮丼が美味しいおすすめのお店4店を紹介したいと思います。旭川で海鮮丼が食べたいなと思った際の参考になればと思っております。 4K 映像かつ20言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。はい、今回は北海道旭川市内から動画をスタートしたいと思います。北海道旭川市は人口が32万6千人の北海道第二の都市です。そして北海道のちょうど真ん中にあり、札幌市から約139キロ、函館市から約395キロの場所にあります。そんな北海道旭川市にあります海鮮丼がおすすめのお店4店を紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するお店は片岡です。このお店は過去にミシュランガイドで一つ星を獲得されたこともあります旭川を代表する日本料理店です。このお店の場所ですが、旭川駅から約700メートル、歩いて10分ぐらいの場所にあります。片岡の近くには破格の値段で和牛すき焼きを食べることができますすき焼き参考車や、旭川の醤油ラーメンの人気店でありますラーメン屋天津などもあります。これらは過去に YouTube 動画を作成しております。リンクを概要欄に載せておきますので、ぜひご視聴いただければ嬉しいです。お店は落ち着いたお店になっていまして、カウンターや座敷などもあります。ランチの食事メニューは4種類あります。今回は海鮮丼の紹介ですが、他のメニューもとてもおすすめですので、何度も来店してほしいと思います。ただ平日ランチ限定になっておりますので、土日しか来られない方は行くことができないかと思います。ランチの食事メニュー以外に要予約ですが、お昼のコース料理のメニューもあります。このお店の海鮮丼は1600円です。ネタはボタンエビ、つぶ貝、カンパチ、ホタテ、サーモン、シャコ、卵、とびっこ、甘エビ、中トロ、マグロ、ヒラメと、すごく豪華です。ただネタは変わる場合があるそうです。付け合わせには煮物とおしんこ、味噌汁がついておりました。限定10食ですので、絶対食べたい方は予約した方が良いと思います。食後のコーヒーもついています。アイスコーヒーを選べるの、暑がりのおじさんには嬉しいサービスじゃないかなと思いました。次に紹介するお店は三つ本です。このお店の場所ですが、旭川駅から約3キロ、車で6、7分あれば行ける場所だと思います。この地図に記載しております甘味茶や豊後は美味しい釜飯屋、写真を載せておりますが、夏限定のかき氷も人気のお店です。このお店も過去に YouTube 動画を作成しております。リンクを概要欄に載せておきますので、ぜひご視聴いただければ嬉しいです。また旭川の代表的なお土産の一つで、気ままな親父さんが大好物のしっとり生サブレ、プラマモのお店の本店がありますザ・サンクロード本店があります。ぜひ三つ本に行ったついでにプラ生を買って帰ってほしいですね。旭川が遠すぎて行けない方には、概要欄に Amazon の販売ページのリンクを貼っておきますので、そちらから購入いただければと思います。お店はザ・寿司屋さんというような感じのお店だと思います。カウンターや座敷などがありました。このお店にはランチメニューがありませんので、昼でも夜でも値段が一緒です。昼はすごく混みますので、平日の夜が狙い目だそうです。今回は上ちらし2530円を紹介します。ネタが右のページに載っておりますので、これを見てから選んでも良いと思います。上ちらしのネタはボタンエビ、ウニ、イクラ、ホタテ、トビッコ、ヒラメ、サーモン、ズワイガニ、タイ、マグロなど、かなり豪華だと思います。私が食べた量で普通サイズです。それでもご飯の量が1合くらいあります。中盛りだと 1.5倍、大盛りだと2倍のご飯の量ですので、大食いの方にぜひチャレンジしてほしいです。次に紹介するお店はたけちゃん寿司です。このお店は旭川を代表するお寿司屋さんです。過去には
ランチメニューもやっていましたが、今は夜のみ営業しています。このお店の場所ですが、旭川駅から約600メートル歩いて8分くらいの場所にあります。お店の雰囲気は高級なお寿司屋さんのイメージで間違いないと思います。カウンターの他に座敷もあります。今回は上生ちらし3850円を紹介します。過去にこのお店の YouTube 動画で握りも紹介しておりますので、こちらの動画のリンクも概要欄に貼っておきますので、ぜひ視聴いただければ嬉しいです。上生ちらしのネタはズワイガニ、ホッキ、中トロ、マグロ、ウニ、イクラ、イカ、ゲソ、サバ、シイタケ、ヒラメなどが入っています。このお店の上生ちらしは見た目も華やかですので、インスタ映えするんじゃないでしょうか。ライスも無料で大盛りにできますので、味だけでなくボリューム的にも満足してもらえると思います。最後に紹介するお店は花月会館です。このお店は後で紹介しますが、将棋のタイトル戦王位戦で藤井聡太棋士も対局された優勝ある旭川を代表する日本料理店です。このお店の場所ですが、旭川から約800メートル歩いて10分くらいの場所にあります。お店の雰囲気は洗練されていまして、高級感を感じることができるお店なんじゃないかなと思います。このお店には海鮮丼3740円というメニューがありますが、今回はバラシアシチュー1760円を紹介します。この海鮮丼は2021年7月に将棋のタイトル戦の一つ王位戦の将棋飯で食べられたメニューだそうです。こちらもかなり豪華ですので、ぜひ食べてほしいと思います。今回紹介しますバラチラシチュー1760円はランチタイム限定で、かつ数量限定のメニューです。過去このお店で松花堂弁当2750円を YouTube 動画で紹介しております。この松花堂もおすすめだと思います。バラチラシチュー1760円はネタがマグロやカンパチ、トビッコなど日によって内容も変わるそうですが、ごま油が入った特製醤油にかけて食べるととても上品な味で、とても美味しいと思います。デザートはゼリーでしたが、甘いものは食べれますね。こちらも美味しかったです。食事をした後に食後のコーヒーもついています。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海道旭川市にあります気ままな親父さんおすすめの海鮮丼が美味しいお店でしたが、どのお店も本当に美味しい海鮮丼を食べることができるんです。北海道旭川市で本当に美味しい海鮮丼が食べたいと思った際に、ぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。気ままなおじさん、海鮮丼の次はラーメンの動画でしょう。